ではでは始めていきたいと思います。まず鍵開けはドゥーブーン、山口県のうっちんさん、ありがとうございます。入っていきます。山口県のうっちーさん見てるかな、お仕事中かな、お仕事中な気がするけどどうだろう。私がショートカットにして、ショートにしようと考えてるみたいだけどでも絶対似合うと思う。目の色が違うんだけどさ、なんか違和感だわ違和感を巻き起こしてる。じゃん、ありがとうございます。届くの楽しみにしててね。さあ何ミリ違うだけでめっちゃ違和感自分的に。続いて西村さん、西村さん見てる、いた、大好き鍋、大好き鍋、あっちも大好き鍋。かわいいって嬉しい。ショートの私もどうですか、早く見てもらいたい
え、似合ってますって嬉しいんだけど、嬉しいんだけど、またさ、昨日さ、ちょっと髪の毛切ったんだけど結構短くなった。続いて、チャーハン定食さん2枚ゲットしてくれてます、ありがとうございます。じゃあ帰っていきます。2枚チャーハン定食さん、昨日チャーハン定食さんとのね共通点がね、共通点が判明したんだけどここでは秘密にしとこう、ここでは秘密にしておこう。タイタンさんや、タイタンアスカネットさん、わー嬉しい、サインもゲットしてくれてる。タイタンアスカ、アスカネットさん見てるかな、見てくれてたら嬉しいなさん、だるま、ありがとうございます。横にいたって、ほんま？すごい連番しとるじゃん。有名な人なのか、またまた。フォークさんだ。ありがとう。せいせい。フォークちゃんだ。今回フォークちゃんになってる。あと先生、海外旅行行きたい、え、可愛いって嬉しい、もうアニハオですか、私のこと、ハオですか？ありがとう。届くの楽しみにしててね。欲しい、to be tired。
じゃ続いてガマブンタさん、おサインありがとうって、これからも頑張ってください、ありがとう、頑張るよ頑張る。は、なんて呼ぶんだっけ、頑張るってどう、なんだっけ、あ忘れちゃった、どうするどうする。続いてワン、続いてワン、ガマブンタさんだよ、ガマブンタさん見てるかな、ガマブンタさん、ガマブンタ、え、ブンちゃんって言われてるの、かわいいんだけど、そのニックネーム何それ、かわいいんだけど、千葉まで会いに来てくれた、嬉しい、めちゃめちゃ楽しい、めちゃめちゃ楽しい、本当かな、ありがとうガマブンタちゃん、ガマブンちゃん、届くの楽しみにしててね、また直接会えるお話し会も楽しみにしてます。続いて久秀さん、え、そう久秀さんさ、昨日ね、あのね、高尾山に登ってた、高尾山、だって優しいと嬉しい、私のことを好きでいてくれているみんなには超優しくします。そう、毎回お話し会の時さ、なんかそう、いろんな場所でオンラインしてくれるけんさ、めちゃめちゃ今日も登っておる、うって、登山家登山家なのか。じゃあそんないろんなとこに行く久秀さん、こちらじゃん、ありがとう、届くの楽しみにしててね、すごい、小田原すごいな、いろんなとこ行く登山家なのかもしれない。続いてひろちゃん、ひろちゃん見てるかな、この前も公園で公園見に来てくれてた、嬉しい、めっちゃひろちゃん見つけやすいよね。めっちゃ見つけやすい、うん、すぐ見つけられる、私は能力がある。いつもお見送りにしてくれる。ひろちゃんありがとう。お、いただき仲間ね。私でも山登り結構好きよ。結構好きなんよ。やけん、みんなで山登りできたらいい。691日。お、ありがとうございます。691日になりました。そう、私さ、今日さ、このお話し会会場に着いてからさ、ちょっとあんまり時間なくてさ、メイクがさ、まだ途中なんだよね、実は。だから、いつもより薄いメイク。お話し会までには、しっかりな顔になってるけど、レアです。続いて、どこまで書いたか忘れた。お、来た。わかったわかった。細さん、細さんだ、細さん。
なんかアバターの色変わっとるし。どっか行ってるなこの野郎。では届くのを楽しみにしていてください。続いてほっときまして、ホタテ様、ホタテ様だ。なんかさ、最近さ、ツイッターのさ、なんかツイッターのさ、なんかおすすめツイートみたいなのがさ、フォローしてない人もさ回ってくるようになったじゃん。それでめっちゃあなたのツイートが回ってくるんじゃけど。あ、チャーハン定食さん書いた、2枚ゲットありがとう。届くの楽しみにしててね。今回こんな感じです。めっちゃ回ってくるけんね。やけんめっちゃ焦る。え？みたいな、フォローしたっけ？なんかさ、画面がさ、チカチカ点滅してるけど戻ってこれた？不安定なんかな、電波。なので、いつ誰が見ても、ちょっと待って、大丈夫ね、これでどうこれでどう。ちょっと電波に干渉してきてるでしょちょっとん？電波に干渉してきてる。どう？飛び飛び今だ。ついに電波まで影響するようになってきたか。治った？よかった。よかった。ほら、なんかさ、私がさ、書き終わったらさ、ほら、いい感じになったじゃん。続いて、ヨシさん。ヨシさん。黄色と緑のヨシさん。ありがとうございます。髪型よく似合って可愛いですね。お話し会もよろしくお願いします。楽しもうねみんなからのなっちゃんの熱い思いが、そう、多分今熱い思いがうんって渋滞して、もう携帯がハッってなってチカチカし始めた。私の方の画面もね、チカチカし始めたけん、同じ状況が起きましたね、みんなのところ。でも多分大丈夫、 Wi-Fi 切ったら良くなった。多分混雑してるんだろうね。じゃん、ありがとう。ショートカットなっちゃんもよろしく。続いてチートークさん、チートークさん、昨日は
人お話し会来てくれた、ありがとう。イベントもめっちゃ応援してくれてて、貢献ランキング1位だよ、1位。もうこれはなっちゃうしかだね。変な、なんか変なじゃないけど、なんか違う、知らぬ間に絵文字ついてるけどさ、なんか新しい新しい絵文字ついてるけどさ、なーちゃんのことが一番だよね、一番だよね。さんだよ、呼んだって呼んだ呼んだ時差が起きてる。ちとくさんありがとうございます。届くの楽しみにしててね。続いて釣りバカ星人さん、あ、いるわ、カッパのアバター釣りまかせんじん、はーいって、やっほー。最近めっちゃショールームコメントしてくれるよね、嬉しいよお話し会も回ってるね。お、昨日はお話し会参加できず、できずだったのだよね、あれって思ったもん。今日は、今日は ね、カッパのアバター超可愛いんだけど、それどこでゲットできるの？かわいい。今日は撮ってないの？いや、会えるの楽しみにしてますからね。会える日を楽しみにしています早く会いたいです。すごいね、ノブさん、ノブじゃ、ノブじゃ、ノブさんいますか。ノブじゃ、ちょっと待てーっていうボタンを押したくなる。ちょっと待てーって、いるかな、いるかな。知れない、なんか今回ひらがなだ、ありがとう自然淘汰が流れてます。続いて、続いてゆってぃさん、ゆってぃさん見てますか、見てますか。なんか私ってさ、なんかあの伸ばす棒をさ、これじゃなくてさ、これじゃなくてこのニョローンのやつを使いがちってさ、めっちゃ言われたんだけどさ、確かにそうじゃわと思ってなんか似たものを感じる、ゆってぃさんには。見てます、
よかった。よかった。ありがとう。ゲットしてくれて。あ、ショートいい感じ。やったね。すごいたくさん褒めてもらえるけん嬉しいんだけど。超嬉しいんだけど。いつもありがとうございます。こちらこそです。いつもありがとう。じゃん、ありがとう。またお話し会とかで話せたら嬉しいな。待ってるね。続いて、お、こんばんは。ララパパさん、続いては文吾さん。文吾さん見てる？ご無沙汰だけどご無沙汰だけど文吾さん見てるかな。いないな。他のところにいるな絶対に。なんかね、見るたびに増えてる気がするんだけどさ、絵文字が見るたびに増えてる気がするんだけどさでもなんか多分なんか順番的になんかちょっと一番先頭に入れるから、なんか入れてるから、なんかすごい嬉しいよ。嬉しいよ。なんか嬉しいよ。じゃん、文吾さんありがとう。これからもよろしくね。続いてえってえ、結構前からついてた。もしかしてそんな気もしてきた。続いてクリミン。ゴリミン、公演楽しかったね。たくさん目があった気がするんだけどどうかな。MC 中とかめっちゃ見てくれとったくない？私、あ、めっちゃめっちゃ目やっとるわって思った。嬉しいです。嬉しいです。あ、仕事中だったのね。よかった、ちょうど見れてて。ありがとう。見てたでしょ。で、私も見返した。じーって。嬉しい。もっともっと。私のこと見ててね。ありがとう。クリミンのツイートもよく流れてくる。お、今日仕事って。お疲れ様。リッチャーさん、リッチャー、リッチャード、リッチャード。え、クロミちゃんのやつさ、超かわいいね。届けてくれてありがとう。なんかかわいいカバンも一緒に入ってた。レッチー、また直接お礼させてください。こんばんは。
ショートかわいい。え、嬉しい。ショートカートの私。ハッシュタグなっちゃんかわいい。ありがとうございます。続いてりょうきくん。りょうきくん、今日なんかお仕事になっちゃったって聞いたけど、どうなんだろう。サイン会奇跡的に見れてないかな。私がじゃあエールを送ってあげます。新生活も楽しんでね。お仕事ファイト。応援しています。頑張るあなたを応援しています。みんな本当にファイトだよ。チチリソちゃん、ちょうどチチリソちゃんが現れた。やっほー。どう、声出しの声出し公演後喉大丈夫そう。喉大丈夫そう。抹茶コール初めてできてよかったって嬉しい。めっちゃ聞こえたよ。わっ、なっちゃんって聞こえる、すんごい思った。鍛えてるので大丈夫でしたって、さすがやな。どうやって鍛えたんよ。ちょっとまた聞かせて。じゃーん、叫べー、チチリソちゃん。ちょっと最近オンラインで会えてないんで、ちょっと待ってみます。待ってます。続いてゆういちくん。ゆういちくん、この前のさ花垂公園さ、めっちゃさ一列目にいたのにさ、一回も目合わんかった。一回も目合わなかったんだけど、悲しい。お見送りでも目合わんかったし、悲しいよ。会いに来てくれたらいいのに。お話し会待ってるね。どうせ混んじゃろうけど。見てるかな。お話し会準備完了って。お、今日はサイン会のみ参加です。ごめんねって。ありがとう、昨日ね、お話し会。楽しかったね。今日はサイン会のみ。ちゃん大好きって嬉しい。ありがとうございます。
できてよかったね。そうそうそう、関東でさ STU 全体でさこうステージに立てることって珍しいから、すごいそこに来れたのはめっちゃレアだと思うなっちゃんコールも届いてたよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。だよね、楽しきだったよね。私もめっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったし、私もめっちゃ嬉しかったし。続いて川名健二、川名健二、川名健二は3枚ゲットしてくれてます。さすが、ありがとう。この前この前のさ前の 花だれ公園にさ来てさくれてたのにさ、私めっちゃ気づいてたのに、思いが届かなかったようで嫌ですこれからもいっぱい公園来てね、待ってます。思い出を作りましょう。そう、しかもめっちゃ叫んでくれたの、めっちゃ叫んでて、テレアのケンジなんか仲間がいっぱい出てきためっちゃ叫んでて声がねちょっとやられてしまったらしいよ。いや、そう頼んだよ、みんな鍛えて喉鍛えてあげて、あのどんだけ叫んでも壊れんように。じゃん、ありがとう、届くの楽しみにしててね。伝えてきますではよろしく。続いてゆういちさん、ひらがなゆういち、ひらがなゆういち見てる？私のファンの方には漢字ゆういちとひらがなゆういちさんがいて、ひらがなゆういちさんめっちゃ優しいありがとうパンダ、ありがとうパンダ。またお話ししようね、ありがとうパンダ。ショートとてもお似合ってお似合いです、嬉しい嬉しい。え、早くみんなに見てほしいショートの私次はもう6周年になっちゃうね、6周年で見つけてね、私もうショートだからショートカットの人探したらとりあえず私だからとりあえず私だから。続いてうんふー、テレヤのウーフーさん、かわいいの。オンラインお話し会の時ね、めっちゃねめっちゃね笑顔でね笑ってくれるの、私も幸せな気持ちになる。じゃん、
私のことを見ててねって言ったらめっちゃ見てくれてたの。超有言実行してくれて超嬉しかった。ラブですそういう人大好き。続いて月影さん、ありがとうございます。昨日も昨日ね、もうね時間がね足りんかったね、お話から話しすぎて今日も話せるかな、楽しみにしてるよ。じゃん、え、ナチュラルでよき、ありがとう。今日はそう、ナチュラルメイクなのっていうか、メイクが途中なの。メイクが途中なんだ。でも次のお話し会までに完成させます。そしてそして、なんとなんと月影さんの、月影さん2枚ゲットしてくれて、これがラストです。鍵閉め。オンラインサイン会も楽しみにしております。この後はオンラインお話し会、皆さんよろしくお願いします。おしもしも使えるので、この配信見て気になってくれた方はぜひ待ってます。それではまた後ほど壇上ささっと読もう。13位ホソさん、12位ヒルス BKG さん、11位ユーノくん、10位秋吉さん、9位武田さん、8位ウワンさん、7位テチテチさん、6位カルカンさん、5位リチャさん、4位ホウコさん、3位月影さん、2位ジトクさん、そして第1位レカガイさん、ありがとうございます。では後ほど、後ほどお話し会でー4、5時間目オンラインお話し会なので、みんな待ってます。ツーショットも、それちょっと7時間目では楽しもう。今日も一日イエイ。あ、今日のねファッションねちょっと可愛いんですよ、見てください。え、靴が超可愛いけど見てますよ。イエイ。そんな感じ。では後ほど